山梨県企業局は山梨県の地方公営企業。山梨県内において電気事業、温泉事業及び地域振興事業を行っている。発電所の経営は1957年に運用を開始した西山発電所をはじめ20の水力発電所を設置、運用している。また新エネルギーの開発として東京電力と共同で ソネ丘陵に米倉山太陽光発電所を設置し、2012年1月に運用を開始している。1961年に東八代郡伊沢町に温泉が自然輸出し、伊沢温泉として開かれたのを境に、ボーリングによる源泉発掘を行った。現在は6本の源泉を保有している。また、西山ダム建設に伴い固定に沈んだ。 奈良田温泉の再発掘を行い、1978年に温泉が湧き出している。八ヶ岳山麓の北都市にある丘の公園内、遺跡群周辺を総合スポーツレクリエーション施設、丘の公園として1986年7月に開発した。2004年4月からは、株式会社清里級の公園が、指定管理者として管理、運営を行っている。 以下の発電所で作られた電気は東京電力に売却され、県の貴重な収入源となっている。その他、小水力発電所として塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所がある。山梨県公営企業の設置等に関する条例、指定管理者導入施設一覧表、ありがとうございます。